ご視聴ありがとうございます。今回なんですが、またメガホビエキスポ2021オンライン関連の動画をやっていこうと思います。よかったら見ていてください。はい。で、昨日ですね、こんなアンケートを取らせていただきました。フィギュアの最新情報をやるならどんなまとめがいいかっていうことで、メーカーごと作品ごとそんなの関係なしにもう全部一気にで、逆に一つずつということで、たくさん投票いただき本当にありがとうございました。で、やっぱりですね、作品ごとっていうのが一番多かったですね。そりゃそうですよね。好きな作品だから買うわけですもんね。ということでですね、今回はちょっと作品でまとめてご紹介っていうのをやってみたいと思います。はい。で、今回なんですが、すいません、めちゃくちゃ少ない予定です。一発目ということで軽めに行かせていただきたいんですが、今回はですね、こちらナルトで絞ってやっていきたいと思います。で、今映っているメガホビーエキスポオンラインのページで、これ下の方に行くとですね、はい、作品タイトルっていうのが出てくるんですが、ここでですね、ナルト疾風伝をクリックするんですが、はい、2つしかないんですよ。でもこれ2つがめちゃくちゃ重いんですよ。ということで、2つだけっていうのを見ていこうと思うんですが、まずはこちらですね。はい。ナルトギャルズ DX ナルト疾風伝春の桜バージョン3になります。いやー、来ましたね。ギャルズ DX シリーズの2作目になります。で、私ですね、今年同じ DX シリーズ最初の日向バージョン3っていうのを開封動画出したんですが、やっぱりものすごいボリュームで最高のフィギュアだったわけですが、なんかエフェクトに石がついてたりとか、雰囲気的には結構近いものがありそうですよね。で、日向がですね、お値段24,200円だったんですが、いや、これいくらくらいになりますかね。でもやっぱり同じくらいにはなりそうですよね。とにかく最新版っていうのを早く見てみたいですね。続報を楽しみに待ちたいと思います。はい。で、戻りまして、お次なんですが、もっとやばいんですよ。こちらなんですが、はい、プレシャス GM シリーズナルト疾風伝内ハイタチサノバ光る大殺機になります。いや、こっちもすごそうですよね。で、ナルトのプレシャス GM シリーズといえばクラマーサノーっていうのが38,000円で出てるんですが、今回のイタチなんですが、もう詳細結構出てるんですよね。はい。さらに高くなりまして、お値段が41,250円だそうです。で、発売も一応来年の8月予定みたいですね。未採式ではあるんですが、結構決まるの早いですね。予約も近いんですかね。高いなーってなるんですが、ナルトのシリーズってもっと高いのあるんですよね。プレシャス GM ナルト、クラマ、これ95,040円だったんですよ。これ買った人どれくらいいるんですかね。そんな恐ろしいフィギュアもナルトっていうのは出てます。はい。で、今回プレシャス GM とナルトギャルズ DX 公開されましたけど、ナルトの GM もギャルズシリーズも結構ラインナップ豊富に出てるじゃないですか。すごいですよね。これまで勢い衰えずに出続けてますからね。ということで、今後は高額路線で行くんですかね。それこそフィギュアゼロの上位互換的な。でもナルトのシリーズっていうのは忍術エフェクトを映えますからね。高額路線っていうのは結構向いてるような気がします。で、GM もギャルズシリーズも評判いいですからね。それの豪華版、ワンピース POP で言えばマキシマム版みたいな感じですからね。で、日向、桜、イタチっていう風に出てきてますが、いやー、ナルトやサスケ、そして GM の中でも一番豊富なカカシ先生っていうのも出してくれますよね。いや、これは期待しかないですね。今後がすごい楽しみです。豪華エフェクト付きフィギュアっていうのはもう個人的には本当大好きなので、このナルトシリーズの高価格帯フィギュアっていうのは今後もかなり注目、できる限り集めていきたいなと思います。いや、今回の2種もすごい楽しみです。多分両方予約すると思います。
まあ、ちょっと光る台座っていうのが、まあ、なくてもよかったので少しでも安くなればいいと思ったんですが、うん、まあ、しょうがないですかね。剥がれんとかも多いですからね。まあ、ということで、続報も楽しみにしております。はい、では短いんですが以上になります。今回はメガホビーエキスポ2021オンラインの作品まとめでナルトフィギュア編でした。でまた次回ですね、別作品でもやろうと思いますので、よかったらまた見に来てください。はい、では以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。